中華人民共和国がこの尖閣列島を実効支配したという事実は全くないんです。実効支配したこともないのに持論を持ったってそれおかしいでしょ。革新衆院の予算委員の委員長やってます。時間の質問の質疑の、で、要するに質問時間の割り当てを仕切ってマイクを持って日々愛国運動そして民族活動をさせてもらっております福山和夫と申します。今日本当にいいこうなんていうんですかね天気だったんですが、まあ、少々風が出てまいりましてまたちょっと肌寒いかなっていう感じなんですが、実はですね、まあ、すぐそこの清田区の二番町というところに全日本教職員組合というものの本部があるんですよ。まあ俗に言う全教というやつですね。でこの全教というのが今年のこの武漢ウイルスによって、必ずどっかで全国大会みたいなのを開き、そして教職員たちがね日々どのように、まあ、私たちの子孫をねこう啓蒙しようかというようなことを言いつつ、まあ、反日教育を施しているわけです。で私も今日ですねそちらの方にちょっと参りたいなと思ってます。で私らの多分同志たちが今二番町のまたは都内各地さらには全国のそういう教職員組合の会館等に外線の抗議活動を展開しているはずです。で私は、まあ、この有楽町同友会の方もこうしてマイクを持つ、これもまた私の一つの、まあ、運動の政治の話で私の同志たちが伝えておりますから、私は今日はちょっと教職員組合のねそういうことに関してだけちょっとお時間あと15分ぐらいいただいて話したいと思います。でこの、まあ、皆さん方は分かると思うんですけど、この教職員組合ですね、もともとは日本教職員組合という、ね、日教組というものが、まあ、ずっと戦後張り込んできたんですね。で私も昭和39年ですから生まれが満56歳です、ね、当然私も戦後教育を受けた世代であります。で私らの頃なんかはもうなんていうんですかね、ちょうど学生運動が効いたですよね。私が5歳の時、三島幸男が、ね、三島列車があのような形で自信してね、でそういう時に、私は幼少期を起きてたわけです。で私は、ね、今からそうですね40年とか45年ぐらい前の多分日教組のパーセンテージって言ったら多分46%とかもっと一緒かもしれないですね。50%とかもっとその日教組に入ってる割合ですよ。で今現在のことです。で確かに日教組から全教っていうのが分裂して、もう一つ今教職員組合のは3つあるんです。確かに日教組はまだ22万人ぐらいですかね。やはりその約106万人の教員の中でも22万人ぐらいが日教組の組合員なんです。で全教はといいますとわずか3万5000ぐらいだと思いますね、はい、だから今これだけ、ね日本という国が、正常に戻ってきているかっていうのは、まあ、これらの数字を見ればわかります。ただ残念なのは私らがそういう、ね、私らの今年代のそういう教師たちというのはやはり反日教育を受けた教師たちばかりなので、曲がった思想とかそういうものを皆さん、ね、教育の場で受けていると思うんですよ。こうやってねメディアが発達している、または SNS の社会になってますよね。で情報というものがもう皆さん方もこう精査するこう時代になってるわけです。いいものはいい、悪いものは悪い、ね、それはもう自分ら個々の、ね、判断しかないわけですけど、ただ私もね何度かここで去年も言いましたけど SNS でねどっちかというとハマってしまった口なんで、そのハマってしまったことは別に出会い系サイトとかにハマったんじゃなくて、SNS でね何でもかんでもこう言い合う、討論しちゃう、まあ討論とは言わないですね。だけど顔を見ないところでやっぱりこうまあ、リモートみたいな感じでやるんならまだいいですよ、ね、本当のメールだとかそういう人の顔を見ないところでこの意見をぶつけ合うということに対して、あやっぱ違うんだな。で私たちがこういう民族運動の原点というのはやはりこう筋立ちですよね。政治家だってそうですよ、ね、先ほどね私の同志の伊藤君が言ってましたけど、ね、選挙
って、いや、行ってらっしゃいませ、何しますね、それを怒ってるときはするんですで、受かったら、確かに、ね、あなたたち、国民のために働いてるじゃないかって、そういう思いは分かりますよ。だけど、ね、やはり私たちが、まあ私たちがね、こう、政治団体、政治結社と言ってますけどね、決してあの政治家になるわけでもないし、ただ、やはり誰かが監視の目、皆さん方になり変わってね、監視の目を誰かが行わないと、多分政治って暴走すると思うんです。確かにね、皆さん、軍隊というものは恐ろしいかもしれないですよ。ね、暴走すればどういうことになるか。で、それはまあ、いろんな世界の歴史を見てもっていうか、今日もそういうような、こう、なんていうんですかね、世界が、この武漢ウイルスによって、もう全てがこう崩れかけて、で、そういう中に、我々、この日本という国も、現在、こうしてあるわけです。だから、私たちが何をしなければいけないのかって、ふと、ね、私がその SNS、ね、そういうもの、インターネットというものを、ね、うまく利用すればと思ったんですけど、あ、これは違ってたんだなと。やはり、皆さん方がこうしてね、聞いてもらいたいから、まあ、それはもちろんありますけどね。だけど、やはり、寒かろうが、雪が降ろうが、雨が降ろうが、こうして、皆さん方の前に立って、自分の意見、いつも言ってますよね、皆さん。自分の意見を言うためには、私らも調べなければならないことあるし、やはり間違ったことを言うというのは、マイクを持って、こうして皆さん方に訴えるからには、責任があると思うんです。だからまあ、本当はきっちりした数字も言いたいんですけど、まあ、役なんですってね、今、教職員組合のこととか、絶叫のこととか言ってしまいましたが、だけど、そうやって数字を拾っていくことも、運動のやっぱり一環であるんだなと思うと、まあ、ネットを見ないとやばいですけど、でも調べるだけ調べて、そこからまた枝にこう調べていかないと、何が真実で、何がフェイクなのか、分かんないですよね、これね、皆さん。だから、いろいろ、ね、私たち、水戸陣営も、ね、バイデンがどうだとかあると思いますので、ね、私も確かに、ね、彼が大統領になる前、ね、トランプとバイデンだったら、それはトランプの方がいいだろうと思ってますよ。ね、だけど、彼がこれから、ね、どのようにアメリカという国を牽引していって、そして、ね、日米同盟というものを、ね、我が国に対して、ね、ああいうふうにその中共が行っていることに対して、どこまで、ね、アメリカもやってくれるのかというのは、これはもう注視するしかないと思います。だから皆さん方も、こう日々、こんな武漢肺炎が、ね、武漢ウイルスが蔓延している中で、マスクをして、日々生活を行わなければいけない、そういうことを考えれば、一日でも早く、やはりこのようなものが撲滅されるというか、しかし、ウイルスをそこでね、作りました、始まりましたよね、ファイザーとかの日本にマイナス70度ですか、船で運んできて、で、そういうものもね、今回はいいでしょうけど、またウイルスだって生きるためには、次から次へと自分もやはり変化してくる。ね、それしょうがないと思います。だから私たち人間も、昔の生活に戻れとは、ね、皆さん誰も思ってないと思うんですよ。だけど、ああやって東日本大震災があれば、原発問題が、ね、出てくるわけじゃないですか。その時にみんなで考えましょうって。だけど、これだけね、豊かになってしまった中で、じゃあ、原子力、力を、ね、使わなくて、じゃあ皆さん、ね、生活できますかってことなんですけど、私は、ね、原発推進論者でもないし、反対、ね、まあ、お前中途半端なこと言うなよ、ね、って言われるかもしれないんですけど、それはもう、その都度その都度の時代によって、やはり精査していかなくてはいけない。そのために私たち国民も参加しないといけない。ね、だから、政治家というものがね、ああいう劇場パフォーマンスの中で行われるということはいけないんですよ、本当は。今何を討論しなければいけないのかっていうときに、まあ、正直野党も見ててもそうじゃないですか、ね、自分はいいんですよ、ね、だけど今我が国にとってこの日本にとって政治が何をしなければいけないかっていうときに、ただ茶碗のね、ああいう劇場を繰り返してるだけで、結局何かっていうと自分らは、ね、当選したい、ね、その仕返しをしたいって気持ちは分かりますけど、ね、だけどそれをまた私たちの一票っていうものが阻むことができるんです、ね、選挙に行かなくてね、なんていうんですか、それも国民の声の一つです。よく言う人いますよね。確かにそうかもしれないです、ね、投票入れない、ね、無投票でいいですよ。だけどそれは政治に関わってないってことです。
私たちいや誰がなっても一緒なんだね。政治家なんかね、誰がなっても一緒なんだ。あ、また自民党が勝つんだろう、野党は新しい何かで出てもしょうがないんだとかじゃなくて、やはり一人一人がこういう情報が社会の中で、だからといって自分の中でフェイクはフェイク、真実は何なのか、リアルを全部で、ね、自分たちの目で持って頭の脳みその中で考えて、やはり決断していただきたいなと思います。でまた、最後あと5分少々になりますが、ね、日本教職員組合、そして全教というね、反日教育を施しているそういう教員が、ね、その一部である全日本教職員組合という、ね、全教と言われるものが本日、ね、また明日リモート会議というものにおいて、ね、今後の、ね、教師の在り方とかというものを彼らもね研修会によって話し合ってるんでしょうけど、ただまあ私たちのね可愛い、ね、子供やまたね皆さんだって将来、ね、おじいさんになるかもしれないし、お父さんになるかもしれないですよ。でそういう中で自分なりですよ、ね、今のこの状況のままでね、まあ要するに死んでいくならいいですよ。ただ私たちの血がですよ、ね、日本人というね、まあ日本人というか私たち個人個人の血がそのまま命の遺伝として、私たちの子孫によってつながっていく、連鎖していくってことですよね。だから DNA っていうのはやはりその連鎖の輪っていうんですけどね、私たち、ね、今の私が DNA を作ったわけでもないんで、私のこの体もね、だから長い年月にね、その悠久の時をかけて今こうして私たちはこの日本の足でこの大地に立ってるわけです。だからそうやって現実主義にね走るっていうのが共産主義なんですよ、ね、リアルに生きるっていうのが共産主義であって、ね、理想は高いです、確かにね、皆平等、でもそれは無理なんですよね、皆平等って言ったって、じゃあ習近平はね中国の、じゃあ普通の共産党員でもない人間なんて中国にはいっぱいいるんですよ。でそういう末端の人間と一緒の生活をしてるかっつったら、それは全くないことなんで、だからやはり世の中いろいろね、世の不条理納得いかないことはたくさんあると思うんです。我々もこうしてね、ダメだよそればっかりって言うんじゃなくて、やはりこうして、なんていうんですかね、筋に筋立ちをすることで皆さん方の顔も見えるし、でまあなかなかこうやってマイクを持ってね、こういう、まあ、人間にあとはちょっとこれこれこうやってくれよとかね、いうことはなかなかね、皆さんあれかと思いますけど、でも別に本当にここでマイクを置いてね、なんか、いやこういうことはああなんでしょ、こうなんでしょって思うことがあるんだったら、まあ正直遠慮しないで声をかけてください、ね、あと20分なんですが、ね、私らの大先輩が最後取りで、素晴らしい話をしてくれると思います、私の方は、今日はちょっとそういう教職員組合のことをちょっと話させていただいたんですが、また来週この皆さん方とお会いできればなと思って、ここにマイクを置かせていただきます。ご清聴誠にありがとうございます。